下沖勇希は、岩手県二戸市出身の元プロ野球選手。チーム内での愛称は下。阪神タイガースに所属する日川直将はいとこにあたる。岩手県二戸市出身。小学4年時より野球をはじめ、二戸市立福岡、中学校3年時に、全国難式野球大会で優勝を経験する。厚生学院高校では1年春からベンチ入り。 デビュー戦となった八戸商戦では5回参考ながらノーヒットのオーランを達成。夏はベンチから外れたが秋からはエースとなる。2年時には首相となり4番エースとしてチームを牽引した。2年秋の東北大会では準決勝の花巻東高戦で菊池武生との投げ合いを制するなどの活躍で優勝に貢献した。3年春の選抜では 初戦の今治成功戦にリリーフ当番。粘りの投球を見せたが、サヨナラ負けを喫した。2009年10月29日、プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスの3位指名を受けた。右肩痛に苦しみ、公式戦出場のないまま2012年10月7日付で戦力外通告を受けた11月21日に育成選手として再契約した。 2013年10月7日に、球団から2度目の戦力外通告を受け、10月31日、自由契約公示された。2019年1月放送の追跡ライブ、スポーツウォッチャーにて、メジャー移籍が決まった、菊池武姿勢が、唯一叶なわなかった選手として紹介され、本人は現在宮城県仙台市の居酒屋で、働いており、将来は、 自分の店を構えることを夢見ていると語っている。ありがとうございます。